皆様こんにちは、キースジャガーです。令和2年2020年1月3日金曜日11時35分です。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。現在、門真ジャンクションから第2京阪に入りました。京都方面向いております。久美山ジャンクションまで30分で書いてあるんで、制限速度80キロの道路です。反対車線見てください。えげつないでしょう。これは大変やな。3車線あってこんだけビターッと止まることないんですが、トラックがちらほらしか見えません。ほとんど乗用車ですね。交通集中による渋滞なんでしょう。初詣かなんかかな。もう車で行くやめたらどうですかって言いたくなりますよね、こんなん見ると。いやいや、こんなとこ通って帰らないかのか帰りっていうね。通らないですけどね。もうこうなると下道走った方が早いですわ。行ったりする状態やね。北行き京都方面行き、 北じゃないな、東行きやな、東行き京都方面行きです。制限速度80キロ。正月早々故障車かーい。ちょっとこの真ん中車線別に行かんでもいいんやけど、あの渋滞移すためにちょっと行ってみました。いかがでしょうか。反対車線えげつないね。もう地獄やね、こうなると。はい、寝屋川南出口、寝屋川南出口です。寝屋川北は出口ございません。寝屋川南で降りてください。すごいね、もう駐車場みたいに動いてないね。動いてない目の内容がやっぱトラックが30台50台に1台ぐらいかな。トラックとかバスほとんど乗用車ですよ。とかね、100台に1台くらいかな、トラック。まあ私も含めて正月から何仕事しとんねんという感じではないでしょうか。品川ナンバーなんかも、他府県多いね。富山ナンバー、左から奈良、右が富士山。和歌山ナンバー、泉ナンバー。初めて大阪府内ですね。大阪府内やけどこの辺の 県外っていうかね、あの泉ナンバーつけてる車はもっと南側なんでこの辺の車じゃないんですけど、はい、初めて大阪ナンバー出てきました。わー、すごい繋がっている。ナンバーか。向こう行きはね、今日京都入った瞬間にえげつない渋滞が始まると思うんですけどね。どうしてくれようかな。下道走ったがマシかな、これ。左から泉ナンバー、右から奈良ナンバー、まあ、この辺はご近所さんか。滋賀ナンバー、滋賀もご近所さんね。大阪ナンバー、バイクは大阪ナンバー。今までで一番遠かった富山かな、富士山か。境ナンバのナンバー多いけれども半々くらいかなみたいな、まあ、普段大阪ナンバーとかが多い中で、まあ、半分でも他府県が入っているとちょっと走りにくいのかなみたいな。大阪ナンバーですね。
ナンバー、石川ナンバー、はい、この辺まで渋滞が続いてましたね。今寝屋川北のあたりですけどね、もう対向車線の渋滞はなくなりましたが、こちら車線の渋滞がそろそろ始まるのかな。私の後ろずらっとつながってますけどね、ミラーに映ってる台数かなり多おります。この先合流があります、注意してください。寝屋川北入り口です。寝屋川北入り口、京都方面は寝屋川北入り口があって出口がございません。第二京阪の京都方面行き、寝屋川北出口越えました。まもなく片野南入り口になります。入り口じゃない、逆や、寝屋川北入り口を越えて片野南出口がまもなくです。11時41分になりました。片野南越えますと別料金になります。結構ええ値段します。越えたらあそこから門間まで行くのに次の出口までで30分1時間みたいな話になるかもしれないですね。1時間は言い過ぎかもしらんけど、まあ覚悟のいる話ですね。第二京阪は制限速度80キロの道路です。今走っておりますのが京都方面行きです。片野南出口を越えました。11時43分、キロポスト 16.5 キロポスト、16.6 かな、次が4か、減っていくね。減っていくということは京田辺までの距離が16キロってことかな。京田辺、高速道速度超過、この高速道速度超過を4秒以上やると始末書を書かないといけないんで、正月三が日早々ね、仕事始めていきなり始末書書いてる場合ではないんですけど、ちなみに今現在の速度75ぐらいで走ってますけれども、76を4秒以上やるとアウトなんですよ。ちなみに道路的には80キロが制限速度なんで、別に76やろうが77やろうが好きなようにさせてくれっていう感じはしますけれども、ちょっとね、会社が頭くるくるバーなんで、いらん足かせのせいでね、スピードメーターとずっとにらめっこしないといけないということで、全く前も横も見て走ってないみたいな、そんな感じになっております。この先合流があります、注意してください。はい、片野北の入り口です。ございません。
片野北越えますと学研枚方かなつよ出口が、はい、片野市を抜けまして枚方市に入ります。枚方の中心からはだいぶそれてまして、かなり山手になるんですけどね、こっちが奈良寄りです、どっちかというと。11時45分になりました。 13.7 キロポスト、13キロ先って言ったらどうでしょう、京田辺なのか久美山なのか、八幡京田辺ジャンクションから笠取まで渋滞12キロ、あれにはまるわけにいかんな、どうしよっかねえ、12キロの渋滞やで、まあ、八幡東で降りるか、八幡東じゃなくて京田辺祭りぐらいで降りるか、次が京田辺祭りなんですけどね、降りた方がいいね。もうちょっと国山ジャンクションを紹介しようと思ったら国山ジャンクションの通過に20分も30分もかかってしまうね。 2,30 分で聞かへんのじゃがな、12キロ渋滞とか言ってたら、まあ、名古屋向きに刑事バイパス行った出口で渋滞12キロ、刑事バイパス入りまして左右分岐があります。右に取りますと名古屋方面、滋賀方面で宇治を越えてその次ぐらいが笠取りかな。ちょっとどの辺かね、あの最近走ってないんではっきりした場所言えませんけれども、刑事バイパス入って一発目は宇治西かなんかで出口やからもうちょっと先やと思いますけど、そんなところから12キロ渋滞していて、その最後尾が京田辺八幡でしょう。であるならば国山ジャンクションまでやっぱ行けないね。手前のこの先合流があります、注意してください。高速道路を紹介しますっていう動画にはちょっとならないですね。12キロって大げさに言うてるけど、流れてる12キロやったら行くんですけど、多分さっき見てた反対車線の景色みたいにピタッと止まってるんでしょうね、三車線あるのに、はい、京田辺、じゃあ八幡京田辺ジャンクションの階でございました。 2.2 キロ先です。ジャンクションの手前にまず京田辺パーキングエリアございますけれどもね、作戦立てるのに一回そこで止めるのも手なんですが、もう午前11時48分なんですけど、お昼前であるにもかかわらず交通量が減らないところを見ますと、あんまり悠長なことはしてられないのかなと。で12時から13時の、お昼のゴールデンタイムになりますと、普段でしたら一般道を走る方が渋滞するんですよ、あの飲食店が書き入れ時なんで。ですがちょっとやっぱ降りないとダメやね、もうここから見た感じ嫌な感じしてますね。大山崎ジャンクションから草津まで25キロ、刑事バイパスはアウトですよ今日は。結構厳しいね。この先合流があります、はい、この右側 1,2,3 車線までが第二京阪、京田辺の料金所、本線料金所を越えまして、右から 1,2,3 車線は、第二京阪京都向きです。まあ、この、一番左側は京縄道無料区間やと思いますけども、無料区間ちゃうかな、京縄道です、なんせ常用とかあっちの方を通るんですけども、無料区間じゃないんか、あんまり言ったこと言わんとこ。はい、第二京阪ちょっと嫌な予感しかしないので京田辺祭りで降りました。吉と出るか京都出るか、上がそんだけアホみたいに混んでるときは下道もそんなに空いてるわけじゃないという、まあそういう鉄則はございます。はい、下道入りました。制限速度60キロです。
へ。第2京阪は80キロの道路ですが、下道、バイパスのようになっております。新しい国道1号線ということで、番号は国道1号となってますが、本来の国道1号はもうもっと西側を走っております。これは新しくできた道路で、後付けですね。一応新しく作ったんやから新しい番号をつけたらいいんやけど、1号線とついてあります。まあ、国道1号線とずっとあの並行して走っておる道路ということで、まあ、国道1号線 の、 あの大半品というかね、まあ、同じように大阪から京都を向くのに同じように走ってますよということで1号線とつけたんでしょうけどね。入った。道はね、新しいんですけど、わざと凸凹作ってんのかして、すっごい跳ねるんですよね。跳ねるっていうかね、本当にブチブチなるくらい、この継ぎ目ですよね。マウンドがガックンとくるんで、まあ、トラックトレーラーになると本当にガックンとくる感じで、もうブレーキここ踏まんと首がやられる、腰がやられるぐらいの感じですけどね。60キロの道路です。一応信号の区間は長いんですけど、一般道です。スピードの出し過ぎにはご注意ください。第二京阪の下を走っております。さっきまで走っておりました。本当はね、第二京阪で行って久美山ジャンクションまで行って、久美山ジャンクションから刑事バイパス入りますよっていう動画にしようと思ってたんですが、今日はと特別普段見られないぐらいの渋滞がありまして、ちょっとその辺はお答えできません。その状態はまるのが嫌なもんですから、ちょっと一般道を走っております。真上に見えておるのが第二京阪。今現在新しい国道1号線、新しい方の国道1号線、京都方面行きです。はい、第二京阪の八幡東入口、こちらにございます。右手です。ここから乗っていくとっていうか、もうこの12キロとか25キロとかいう渋滞の看板見てるだけで嫌やね。あそこ登って川を渡るあたりで、おそらくね、右側第二京阪がどれぐらい混んでるのか見れると思うんですけど、空いてたらがっかりしない感じよね。どうでしょうね。渋谷で5時と言いますと、朝の5時から始発も走らんうちから何してるんやみたいな感じですけどね。渋谷で17時とかやったらあれやけど、5時でしょ、だって朝早いんやけどね。国道1号線、新しい国道1号線バイパス
60キロです。国道1号線というふうに番号振ってますけれども、あえて国道1号線と言いたくないですね。新しいってどうしてもあの頭につけないと説明がつかない。なんやこれぐらい流れてるんやったら八幡じゃないわ、久美山東か久美山南か、ここまで来りゃよかったね、この出口出りゃよかったね、あんだけ空いてるんであれば。いや八幡京田辺ジャンクションまで渋滞12キロと買い取ったから、あのさっきの八幡のじゃないわ京田辺の本線料金所まで繋がってたらもうここの出口まで来るのにね、たどり着くのに何分かかんねんっていう話になるんで嫌やなと思ってたんですよ。あでもあれや、この料金所越えた途端に右側に見えとる、これもおよそ2キロ先繋がって止まってますね、右側ね、一番左車線のみ繋がっておるので、あれ刑事バイパス行く道路なんですが、第二京阪の下に潜りました。カーナビは今も第二京阪を走っておるというふうに認識しておりますけれども、そういうわけにはいきません。長い動画になるねこれ。正月三が日ぐらいガラガラやったらいいのにね。今日は混んでると思わんかったからね。交通情報も一回出発の時調べたものの全然空いてたんですけど、どっから出てきたんか知らんけど、わらわらとこうやって乗車ばっかりですけどね今日はね。乗用車50台100台に1台ぐらいのトラックの割合ではないでしょうか。出るからといって交差点の真ん中で、止めるみたいな、ね、そこまでせんでええと思うけどね。信号とか停止線、守って運転してください。もうそれが嫌なんであれば30分でも早く家出ることやね、本当にマナーの悪い。下を走っております。国道1号バイパス新しい道路の方です。制限速度60キロ、道路は新しいんですが凸凹がかなりありまして、あのぼーっと走っててアクセル踏んだままでいますと急にドスンとやられたりします。あの継ぎ目であったり段差のような高低差がありまして、ドスンとやられて、あの乗用車はマシかもしらんけど、トラックとかトレーラーはもう腰とか首がおかしになるような、ちぐちになるみたいな、そういう道路になっております。道路新しいんでね、わざとそういう風に作ったんかもしれないで、スピード出せないように。パレット輸送などをされておるあのトラックとかがそんな段差のところボーンと入ると全部に崩れしますね。4トン車なり 10トン車なり何でもいいですが、パレット輸送、まあ、パレット8枚とか16枚とか、まあ、荷崩れしたとなるとどれぐらい損害出るんだろう、まあ、物にもよりますけどね。値段みたいなことは、リズムが悪いな。道路をご案内する動画にしてはちょっとリズム悪いので、倍速ぐらいかけないとダメかな。これは私の動画はちょっとあの案内するあの しゃべりをメインとしておるので、倍速すると意味がないなと思っておるんですが、ちょっとこれはリズム悪すぎるよね。
はい、12時ちょうど、12時になりました。2020年1月3日金曜日、12時になりました。上が大渋滞しておるので、下も空いてはいませんよね。交通機関どうなんですかね。乗車率 200% とかなってんのかな、新幹線。また交差点信号待ちしてても大してね、台数いないんですけどね、どちらもちょっと京都方面だいぶ多いか、ミラーで見た感じ後ろずらっとつながってるか。この大阪方面行き反対車線を見ますと知れてるよね、20台ぐらいしか見えてない。400メーターぐらいで久美山ジャンクションです。第2京阪の久美山ジャンクションの真下ですね。今第2京阪の真下を走っておるので、看板で見えてるかな、京滋バイパスと書いてあります。久美山ジャンクションからまあこの向かって右手が京滋バイパス、滋賀名古屋方面行き宇治の方に向かって走る感じです。左に向かいますと淀と書いてますけれども、大山崎方面、名神高速にも接続しますし、大山崎越えますと京都縦貫道という道路に切り替わります。南から久美山ジャンクションまで何キロやろ、3キロか4キロあるかな、まあ、それぐらいの距離あったとして、どうでしょう、動いてんのか動いてないのかによりますよね。上見た感じ、京滋バイパス大山崎方面行きもゆっくりとしか動いてません。あそこちょっと合流区間短いんでね、危ないところなんで、まあ、空いておってもゆっくりしか行けないっちゃいけないんですけど、もう看板見ながらしか行かへんから迷惑だな。京滋バイパス下から上をちょっと覗いた感じ、車の影が見える感じですと、宇治方面、滋賀方面、そちら方面もだいぶ混んでますね、これね。はい、久美山ジャンクションの下です、これ。第2京阪の下を走っておったんですが、今度京滋バイパスの下を走る形に切り替わります。これ西向きですね、この山の方に向かって走っております。西向き、北向きか。およそ 300m 先、斜め右。はい、新しい1号線を走ってますと先お伝えしておりましたが、こちらが元々の本家本元国道1号線です。
国道1号線刑事バイパス森という交差点ですね。どちらにもあの国道1号線という看板かかっておるんですが、単純に国道1号線と言われた場合はこちらの方が国道1号線です。新しい方はやっぱ新しい方とつけないと伝わらないかと思います。近畿道吹田から名神吹田まで渋滞1キロだけしか書いてないか、大山崎ジャンクションから滋賀の方に向けて渋滞25キロ、こちら方面亀岡方面綾部方面向きの刑事バイパス、こちら方面空いてるんやったらもう目の前の入り口から乗りたいですけどね。空いてなかったらもう一発通り過ぎて大山崎の一個手前ぐらいから乗ろうかなっていう手もあるんですけれども、ちょっと考えます。時間読みの場合斜め右有料道路入り口、みんなこっから乗るね。じゃあこっから乗ろうか。もう大山崎まで 何キロ渋滞とか何分とか書いてないですよね。書いててほしいけどね。この辺の車みんな私と同じようにあの一回一般道を降りて第二京阪走るのやめて、でまたここから乗り直してるんやと思います。同じこと考えてるやつやと思いますけどね。はい、お待たせしました。こうなるとガラガラです。刑事バイパス大山崎方面行き、終点が大山崎です。制限速度80キロです。今ね、久美山入り口かな、何入り口かちょっと入り口の名前分かりませんが入りました。先ほどまであの走っておった道路、国道478号線、まあ短い国道です。カメラではわからないんですが、これの真右、右手を向きますとあの京都競馬場ございます。 JRA です、京都競馬場、まあ、そのあたりです。ちょっと川を渡らないとダメですけどね。川渡ってすぐのところに京都競馬場見えております。刑事バイパス、綾部方面向き、久美山淀出口です。久美山淀出口、反対側車線は大山崎ジャンクションまで25キロ渋滞って書いてたけど嘘ばっかりやね、ガラガラやね。大山崎まで25キロの渋滞してあるんであればこの辺も繋がってるのおかしいけどね。もうちょっとリアルタイムであの正確な数字刻んでほしいな。さっき の私の京田辺で降りた分もそうやけど、ね、久美山南まで行けたやんっていうような渋滞大げさに言いやがってみたいなことはよくあることですけどね。まあ、かといって甘く見ておってうわこっから混んでんのかみたいな、次の出口までもうだいぶあるぞみたいな、そうなるともうドツボになってしまうんで、この先まあ、早め早めに手を打たれる方がよろしいかと思われます。はい、あと2キロであの大山崎ジャンクションです。大山崎ジャンクション越えますと今走っておる刑事バイパス、この道路大山崎ジャンクション越えますと京都縦貫道に名前が変わります。京都縦貫道は天の橋立とかね、あっちの方、宮津の方までつながっております。京都縦貫道、途中でね、綾部ジャンクションで一回あの舞鶴若狭自動車道に接続いたします。だいぶ先ですけどね、今日はそこまで行きませんけれども、そこまで行った動画もございます、ございません。およそ1キロ先、前走った時は舞鶴道から、京都縦貫道に
抜けて、それで天の橋立て行ったので、京都縦貫道を最初から最後まで走ったということはないですね。まあいずれそういうのをお伝えするかもしれませんが、こっちの道路ね、ちょっと上り下り激しいのと、あの道路がガタガタなのと、あと料金所が、本線料金所が多くて、あの何回も止められるっていう面倒くささがありまして、走りにくいのでいつも舞鶴路を走ってしまうんですけどね。はい、今現在刑事バイパス大山崎向きです。もう間もなく刑事バイパス終点です。大山崎ジャンクション入ります。大山崎ジャンクション、この辺りご注意くださいね。名神高速、京都方面、名古屋方面行かれるその東行きの名神高速、あと大山崎出口はこちらに、あの左手に出てください。で、名神高速でも吹田方面、西宮方面、その西行きの名神高速はこちらです。ご注意ください、間違えないように。はい、大山崎ジャンクションです。制限速度80キロ、ここから京都縦貫道ですね。2020年1月3日金曜日12時11分です。この先合流があります。注意してください。京都縦貫道北行き、綾部、宮津方面行き、制限速度80キロ、まもなく一発目の出口、長岡京出口がございます。サントリーの京都ビール工場が右手に見えましたね。まあ、車で行ったら飲んで帰るわけにいかないですけどね。はい、長岡京出口です。長岡京出口、92.3キロポスト。この 92.2、 これはね、多分宮津天の橋立てかな、与謝天の橋立てか、あの辺りが出発点0キロになってるかもしれません。またあのそっち方面行った機会にあのご案内するかもしれません。 91.9、 だからこっちの方があの大山崎があの一番遠いところで、京都縦貫道全長でだから100キロ弱ということです。90キロほどしかないということです。はい、刑事バイパスから京都縦貫道に入りまして、一発目の出口が長岡京でした。そしてこちら長岡京入り口、一発目の入り口です。京都縦貫道一発目の入り口、長岡京入り口、制限速度80キロ、2キロポスト、12時13分です。だいぶ天気いいですよね。前の車ちょっとあれやな、80キロの道路やから80ぐらいで走ってほしいけどね。私の車今70ぐらいで、これぐらいの折りつき方してるから、上り坂ぼーっと走ってるんやろね、多分あれ。アクセルもうちょっと踏んでくれんと迷惑な感じ。90.3キロポストから、大原の5キロ、市の12キロ、福知山78キロとなっております。西大トンネル110メーター、西山トンネル2270メーター、この辺かな。携帯電話多分電波途切れるかもしれないですね。京都縦貫道北行き、綾部、宮津方面行き走っております。制限速度80キロ、今ちょっとね、2200メーターぐらいの長いトンネルが入っているところです。
令和2年になりました。2020年1月3日金曜日12時15分です。私一度志野インターでおりますんで、ちょっと亀岡の市内の配達をしないといけないので、志野インターで一時降りさせてもらいます。また帰りは帰りで千代川インターかな、あの辺から帰り道に撮影していきたいと思います。かったんですが、ちょっとトンネルの中なので分かりにくいかもしれませんが、今度下ってると思いますね。明らか登ってるよ、明らか下ってるよってならないとまだちょっと分からないんですが、ちょっとスピードメーターとにらめっこになってきますね。87.5キロポスト、 87.4キロポスト、京都縦貫道北行き、綾部方面行き、大原の出口が2キロ先にございます。86.9キロポスト、制限速度80キロです。では出られませんと書いてあります。南春日トンネル230メーター 85.7キロポスト、北春日トンネル470メーター、春日トンネル出てすぐですね。大原の出口、左手になります。大原の出口です。85キロポスト、12時19分です。84.4キロポスト、靴掛け入り口やと思いますね。大原のだいぶ過ぎたんで靴掛け入り口です。制限速度80キロのところです。靴掛け入り口を越えてすぐに途半車線ございます。これに入るか入らないかちょっと悩みどころですね。入るのはいいんですよ、
入って道を譲るでしょう。そしたらね、さっさと抜いてくれたらいいんですけど、右に並んで走る車が多いんですよね、思ってる以上に。そうなりますと途半車線なくなって、もう譲り区間終わりやでってなっても、本線に戻れないっていうね、進路妨害される方結構多いんですよ。そうなるともう譲るんやめとこうかなみたいなことになってくるんですけど、7キロぐらいかな。80キロの道路なんですが、57キロぐらいしか出ておりません。はい、丹波まで30キロ、福知山70キロ、園部27キロ。今日はもう園部町までは行かないです。手前の千代川でやめとくんですけどね。はい、今から抜きに来た車が2台3台ぐらいおりますが、もう間もなく途半車線なくなるので、できました。白いアルファードかな、あれがね、事前に右車線に車線移ってくれたんで、こうやって入ることができました。まあ、ああいう風にしてくれたら気持ちいいですよね、お互いね。新大井の坂トンネル、長さ 1070m です。78.8キロポスト12時24分です。失礼いたします。篠インターです。